それでもってさ、つい最近天皇陛下が80歳になったわけじゃないですか。そんでこう言った、あ、こうおっしゃった失礼し、大変失礼しました。一番印象に残っていることは戦争ですと。で、平和憲法を守らなくてはいけない。これわざとあえてこの言葉を口にされたというのは何かっていうと、世の中が戦争に向かっているのを陛下もご存知なんだよ。だから警鐘を鳴らされたんだよ。つまり安倍政権がやろうとしていることをご存知なんだと思う。もしかしたらリチャードブログ読んでるかもしれない。でも陛下はそうおっしゃったのに、それにもかかわらず安倍政権はどん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 戦争に向かっている。なんで、なんでそんな中国が憎いの。どうして。別に尖閣云々という問題はあるかもしれないけど、中国はさ、ものすごくいろんなものを日本から買ってくれてるし、で、我々も中国製の商品普通に着てるじゃん。ユニクロなんか全部中国製だよ。ファッションセンター島村もそうだよ。で、こんだけ経済的に中国と結合してるのに、なんで今我々が中国と戦争なんかしなくちゃいけないの。必要ないんだよ。戦争したいのはアメリカなんだよ。アメリカは世界経済、世界を戦争状態にして戦争経済の中で立ち直ろうとしてる。戦争インフレを起こそうとしてる。つまり中国が憎いのでも何でもないんだよ。大きな戦争をやって自国の経済をなんとか、延命させるには中国を引っ張り込むしかないわ。つまり今この世界中でもって戦争ができるだけの力を持った国は中国しかないわけじゃない。だから何としても中国を戦争に引き込みたいところ。